お兄様から信じられない話を伺ったのですけれど、どれほど酔っていらっしゃるの？腰入れしたばかりの嫁をもうお忘れですか？離縁状を送りますわ。早速動かなくては。なかなか面白いことになりそうだ。あなたはカゴの鳥のまま俺に囲われて終わるだけですよ。背景見知らぬ旦那様、離婚していただきます。不器用なすれ違いの恋を描く出来合いラブストーリー。珍しいな、お前宛に家族から連絡なんて。なんだ、そんなに面白いことでも書いてあるのか？お前、これ。これは、まだ見ぬ妻からの挑戦状かな。はじめまして、旦那様。はじめまして。どうして俺が夫だと分かりました？時は遡ること8年前。お父様、どういうことですの？お兄様から信じられない話を伺ったのですけれど、本当ですか？縁談だなんて。なあ、こらこら、近い。旧帝国貴族の血を引く由緒ある家柄の相手だぞ。絵姿を見たか？見目麗しい男だろう。そんなもの、今頃暖炉の中で形すら残っておりませんわ。見もせずに放り込んだな。我がホラント家は代々騎士の家系だ。ご先祖様の名に恥じぬよう軍人の夫を立てなさい。相手は陸軍の中佐だ。この度の戦で昇進された。それはそれは立派な方で、25歳と年上だが、お前の手綱を握るには適任だ。お父様、正気ですか？なぜ16になったばかりの可愛い娘を嫁がせようなどと。自分から堂々と可愛い娘などと言い切るお前なら大丈夫だ。南部出征の前にせめて思い出だけでもと、可愛がっている部下に愛らしい娘をめとらせたいと閣下が仰せだ。それで根性があって肝が据わって腕っぷしが立ち、性別が一応女性に分類される人間を探しておられたんだそうだが。一応？全く愛らしい要素を感じないのですけれど。正直見た目は条件に入っていない。度胸と腕だ。どこの同情志願者の条件ですの？お父様はここで胴と足を離れさせたいとお望みでいらっしゃいますわね。待て、目が本気じゃないか。私は商売人として生きていきます。あ、それは許さんと言っている。絶対に嫁ぐ気はありませんから。似合っているぞ、バイレッタ。お父様、結局折れてはくれませんでしたね。こうなったらお相手に直談判させていただきます。使用人もこんなに、うちとは大違い。そして彼がスワンガン伯爵家当主ワイナルド・スワンガン、そして隣はおそらく伯爵夫人の。なんだか随分顔色が悪い。あいにくと息子は昨日戦場へ出立した。え？戦況がよろしくないらしい。結婚式は改めて帰還してから話し合いでもしてくれ。
聞いておらんのか。結婚すれば階級を上げてやると言われて二つ返事で引き受けたのか。夫がいない。バイだった。さすがにこれは私が悪かった。家に帰ってきたのもいいことぞ。いいえお父様、むしろ私にとってそれは好都合だ。私このままこのお屋敷で過ごさせていただきたく思います。夫に縛られることもなく、家族から結婚を都度勧められることもなく、夫からのお言葉もありますもの。もし夫が戦場から戻ってくることがあれば、その時に逃げればいいのだ。気まずい。大体お前というやつは酒くらいどれだけ飲もうが俺の勝手だろう。これ以上はお体に触ります。もうおやめになられてはどうかと。うるさいうるさい。お前まで指示でするのか。さすがに飲みすぎです旦那様。てえ、あの愚かな息子がいなくなったのだ。少しくらいは好きにさせろ。ですがお体にも影響が。守るべき婦女子に手を挙げるなど、退役後とはいえ帝国軍人の風上にも置けませんわね。ねえさっさと手を離さんか。子爵ごときの小娘が。か弱い小娘の力に抑え込まれるほど酔っていらっしゃるの。元帝国軍人のお父様。て、貴様表に出ろ。すぐに剣の錆にしてくれる。受けて立ちますわ。そこの軒先でよろしいかしら。その格好でいいのか。もちろんスカートだから負けたとは言いませんわ。そうだ小娘、もしお前に打ち負かされるようであれば何でも要望を聞き入れてやるぞ。深酒をやめるようお願いするだけでしたけど、お願いを聞いてもらえるというのなら、どうしても聞き入れてもらいたいことがある。そんなことができるものならな、退役軍人と侮ったことをあの世で悔いるがいい。思ったよりも剣筋は鋭いけれど、やはり飲みすぎですわお父様。動きが単調で全て大振りでしたよ。この勝負ありですわねお父様。ですから酔っていると申し上げましたのよ。お前何者だ。まあどれほど酔っていらっしゃるの。腰入れしたばかりの嫁をもうお忘れですか。はあ、分かった、好きにするがいい。何が望みだ。これ以上の深酒の禁止を。普段からお酒はほどほどにお願いしますわ。そしてもう一つ、どうしてもいただきたいものがあるのです。この伯爵家は深刻な問題を抱えていた。主人の酒と暴力だ。5歳のシンシアと二人の娘のミレイナは止めることもできず、主のやりたい放題な生活を送っていたそう。それが一転、またですかお父様。手合わせに付き合わんか。負けたことがよほど悔しかったのか、義父はすっぱりと酒をやめて日々鍛錬に打ち込んでいる。小娘、もう一勝負だ。おかしな関係になってしまいました。でも存外居心地がいい。いい香り。このまま夫がいないままなら実家よりも快適かもしれない。何ヶ月先か何年先か、もし戻ってくるその時は。離縁状？旦那様がお帰りになられる際に離縁状を送ろうと考えておりますが、
そこでお父様からも離縁を認めると一筆入れていただけませんか。背景見知らぬ旦那様、この度休戦協定が締結され、事実上の終戦になったとお聞きしました。あなたと結婚して8年目を迎え、頼り一つもないどころか互いの顔すら知らない名ばかりの妻ですもの。この機会にぜひ離婚に応じていただきたく存じます。顔も知らないあなたの妻より。お前なんで楽しそうなんだよ。なかなか面白いことになりそうだ。お父様、終戦協定が締結されたことをご存知ですか。ああ、そんな話を聞いたな。ですから以前から頼んでいた離縁状を送りたいのですけれど。随分と皮肉たっぷりな内容だが、離縁したいのは本気だったか。そんなに別れたいものなのか。せがれなら好き勝手にさせるだろう。今の生活と何ら変わらん。それでも妻という立場上制限も多くなります。外国への買い付けも許してはくれないでしょう。私は夫に縛られるのはごめんですわ。根っからの商売人だな。好きにするがいい。あとは夫の返事を待つだけ。自由になれる。視線を感じる。力強くて鋭い。はじめまして、旦那様。はじめまして。どうして俺が夫だとわかりました。想像より穏やかな声。ここは夫婦の寝室だと言われました。堂々と女の寝顔を眺められる方など限られますもの。優しげな表情。いつこちらにお戻りになられたのです。なのにうなじがピリピリする。屋敷に戻ったのはつい先ほどですよ。でしたらぜひゆっくり休んでください。いえ、あなたとは早めに話をした方がよろしいかと思いました。笑ってる。こんな夜更けに一体どんなお話かしら。まあ、終戦が決まった途端に届いた離縁状ほど突飛な内容ではないことは確かです。いいえ、怒っている。これは相当に。俺と縁を切りたいとのお考えは今も変わりませんか。俺の立場上、妻帯者という立場は都合がいいものなのですよ。軍の行事に同伴者である妻がいれば無用な争いは生まれませんからね。なるほど、これが本音。それでも離縁したいと言ったら。あなたの気持ちも無下にはできません。ここは一つ賭けをしませんか。賭けですか。あなたが勝てば離縁に応じましょう。ただし俺が勝てば一生妻でいてもらいます。それで賭けの内容は。1ヶ月、俺があなたを抱いて赤子ができるかどうか。
な、人生をかけるのだから相応のものがいいでしょ。殿方は本当に賭け事が好きなのですね。生涯のことをそんなお遊びでお決めになられる。賭けの対象が子供とは、なんてひどい賭け。ではやめますか。あなたはカゴの鳥のまま俺に囲われて終わるだけですよ。どちらでも俺は一向に構いません。内容を再考いただくわけには参りませんわよね。多少のリスクは覚悟の上では。嫁いでくる以上一度は覚悟を決めた身だ。諦めなければならないこともある。それでも譲れないのは一つだけ。自由が欲しい。さあどうします。わかりました。一ヶ月ですからね。約束は守ってください。守りますよ。なんなら念書を書いてもいい。ではこれで了承と受け取りますよ。賭けの始まりですよ。まずは初夜と行きましょうか。初夜まだ念書をいただいておりません。でも申し出を受け入れてくれたでしょう。今やっても後でやってもやることはどうせ同じです。やるって。キャー！何するの？妻の体を確認しているだけですよ。思ったよりも綺麗な体ですね。ほら、隠さないで。まさか、すぐに求められるなど誰が想像できる？さすがにやりすぎたかもしれないな。嫌がらせのために抱けるかはわからなかったが。結婚は上官命令だ。これといって興味もなかったので無茶な希望を伝えた。根性があって肝が据わった腕の立つ女性？本当に？そんな娘が好みなの？ああ、いるよ、いるいる。君の条件にぴったりのお嫁さん。その紹介をうっかり受けてしまったのが全ての始まりか。その後、戦場に顔も知らぬ妻から手紙が届いた。挑発的な手紙で、少しだけ彼女に興味を持ち、期待したのがいけなかった。帰還しても実家へはすぐ戻らずに、彼女の情報を集めてみれば、俺の妻はとんでもない毒婦だった。そんな妻からの離婚の要求、全てに体の関係があるかはわからないが、とんでもない悪女ではあるようだな。離婚には応じよう。ただし相手にもそれなりの仕返しを。美しい女であることが分かった。散々男をたぶらかしてきた女だと。そう、これが己の妻。子供なんて欲しいわけじゃない。これまで男に抱かれても
一度も子を産まなかった女に、その条件を突きつければどんな顔をするのか、純粋に見たかった。随分ときついな。毒婦というより、むしろ結婚だ。彼女は毒婦で、とんでもない悪女で、むしろ